ハイフライマルタはチャーター便を運航しているマルタの航空会社。マルタ国際空港を拠点としている。ポルトガルを拠点とするハイフライ航空の子会社。ハイフライマルタのエアバス A340 から600。ハイフライマルタは2013年初期にバージンアトランティック航空から購入した中古の1機のエアバス A340 から600で運航を開始した。た。 アメリカへの定期運航を計画していたが、2015年には保有している前期を運航停止、同年5月には、それまで保有していた機体を数機を、マンハーン航空に売却した。しかし、その後、同年9月に、親会社のハイフライ航空から1機のエアバス A340 から300を再登録してもらい、翌年の初旬には2機目に、同じ機種をスリランカ航空から、 中古のものを導入した。そして2017年にはエミレーツ航空からも数機同じ機種を導入している。また、中古のエアバス A380 を購入する最初の会社でもある。親会社と同じようにハイフライマルタはチャーター便運航と旅行会社や他航空会社へのリースを行っている。特に乗客の多い長距離便の運航を行っている。現在はエアバス機で統一されている。 エアバス A380 に関しては、左右それぞれの面で異なる塗装している。ありがとうございます。